オポーレ県は、ポーランド南部の県である。県とはオポーレ。チェコとの国境沿いに位置し、国内では、ドルヌイ・シロンスク県、ビエルコポルスカ県、シロンスク県、ウッチ県と接している。面積は16県中最小である。歴史的には、ドルヌイ・シロンスク県やシロンスク県と共に、シロンスク地方を形成していた。県域の大半は、シロンスク定地に位置し、 西部はシロンスクコーチと接している。オドラ川が県中部を流れている。オポーレ県はポーランドの県の中で面積、人口で最小クラスである。オポーレ県は全16県の中で最もドイツ系住民の割合が高く、ドイツからウクライナへの流通はオポーレ県を通過することが多い。またこの地域にはポーランドの主要都市及びフランクフルトやミュンヘン。 ブタペスト、キエフ、そしてバルト海沿岸地域を結ぶ鉄道が走っている。オポーレ県は土壌や気候が農業に適していて、ポーランドでも生産力が高い地域で農業が盛んに行われている。石灰が多くあることからセメント産業も盛んで、他には自動車製造、家具製造、化学産業なども主要な産業である。 中小規模の企業が比較的多い。オポーレ県の県と、1668年にポーランド領からオーストリア領となり、1816年よりプロイセン王国領。その後ドイツ帝国領を経て、第二次世界大戦後にポーランド領。ドイツ語を母語とする住民がいる。中央運河が流れる旧市街が美しく、この地方の村の建物に関する。 博物館もある。毎年夏に開催される音楽の祭典で有名。公式サイトあり。ありがとうございます。